おはようございます、高前です。今回、またこのグリーフィル、この太軸が非常に気に入ってます。そして中に入っている苔色、ちょっとこちら、またインクがなくなっています。結構なくなるんですよね。このインクをまず補充して、ちょっとまたインクの色を楽しみたいと思います。ではまた。グリーフィル、本当にこのサイズ感がですね、心地いいですね。しかもこの安価なタイプがまたいいですね。インクが少し減っているので、入れるところから始めたいと思います。今回も苔色ですね。こうして眺めているだけでも非常に心地いいですね。インクボトルのサイズ感とかですね、質感が非常に大好きなんですよね。ちょっと入れてみましょうか。本当に心地よい時間ですね。少し垂れてますね。この
小さな便箋、本当に少しだけ書くっていうのは楽しめるもんですね。そして前を美しくですね。今回このインクだけを楽しむっていう、まずインクの色を確認しましょうか。いや美しいですね。この濃淡がホッとします。なるほど。やはり万年筆は日本語がいいですね。この日本語を縦で書くっていうのは本当におすすめですね。しかもこの美しさ、そして鉄ペンとこの安価なペンのインクフローが非常に心地いいですね。ここの一本のラインにもですね、濃淡が伺えるんですよね。いいですね。今回ちょっと何を書くということでもなしに、本当にこのインクを楽しむ、今ちょっと気づいたのがですね、インクの苔色を楽しむだけという、この「だけ」という言葉ですね。だけという言葉に非常にピンときたんですね。どうしても人はあれもしたいこれもしたいというのが伺えるかと思うんですけども、このだけ、この言葉、今何か感じますね。意識してみましょうかね。これだけ、朝の静けさの中で、気づいた降りてきた言葉ですね。だけ、心地よい時間でした。そして書いたものを見ながら、あと美しくですね。だけ、いいかもしれません。
い、今回ですね、まあ、インクを楽しむだけ、このだけという言葉がちょっと引っかかった感じですね。このだけ、いろいろまあ使えるかと思うんですけども、どうしても、人は今欲張って、まあ、あれもしたいこれもしたい、これもしなければいけないとかあるんですけども、このだけというのが、非常にまあ大切なのかなとちょっと感じました。皆さんこの、まあ、今回はインクを楽しむだけなんですけども、このだけというのが、なかなか、ちょっとハマる感じがします。まあ、このちょっと思いが伝わるかどうかわからないんですけども、ちょっと皆さんの何々だけというものをちょっと意識するのが面白いかもしれません。そしてこの苔色本当に美しいですね。この濃淡が心地いいです。皆さんこのインク沼ハマってみてはどうでしょうか。もしこの動画が楽しかったらいいのボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で。